健康チェック表をつけてください。はい。で、体重を測る。今33でした。できれば体重も1日2回朝と夜と測ってほしい。そういう、はい、朝晩ね。次にお部屋をお掃除するじゃないですか、うん、最低2回掃除して、はい、前の晩から朝前で何個したかな、朝から夜前で何個したかな、うんちの数、そうそう、24時間何個出たか見てほしいんですよ、はい、何個出ると思います、はい、で普通の子は24時間で60。いや、そんなにでは、そんなにです。60、まあ大体100、まあここまでやるけど60秒。と反対に言うと30以下の子は危ないし、食べてる量が少ないってことですか。そういうこと。それから次に、まあ、うんちの前にさ、おしっこしてるじゃないですか、これ、はい、周りのやつ、白いやつ、ね、で、まあ、今さ、挿絵が多いからさ、水分たくさん取ってるからだと思うけど、おしっこの水分が多いです、うん、はい、で普通のうんちは本当ののじ書いたちっちゃいのに、あ、ティッシュこうやってやったらくっつくぐらい、そうそう、で白い点がポンとついてる尿酸がね、それが本当だけど、この子はその前にこれがついてるのと、うん、うんち自体がちょっと大きいよね。あ、大きい、そうです、うん、もっと大きかったんですけど、なんかだいぶちっちゃくなったこれじゃん、はい、だからそうするとうんちもさ、まあ、とりあえず数だけね、でももうちょっと詳しく言うとさ、普通を N とすると、うん、普通はこんなちっちゃいんですよね、はい、でちょっと大きい、あ、大きい、ちょっと大きいとか大みたいな、大、はい、で大で例えば3個分とかね、うん、2個分、要は3個分ぐらいするときあるじゃないですか、そうですね、5個分とか、うん、それもあんまりたくさんそういうのしてるとやっぱり良くない、良くない、うん、で、あとは症状ね、今くしゃみあるじゃないですか、はい、くしゃみがどうなっていくか、うん、今してるわけだけど、あの変わらないのか、悪くなってるのか、減っていってるのか、そこを1日1回評価しながら、夜咳ってします？咳します。まあ、咳って言っていいのかわかんないですけど、なんか今度さ、動画撮ってます？今度さ、もしさ、そういう症状があったらさ、動画撮ってください。こうやってるとなんかヒュッてなって、なんか収まっちゃう。ちょっと遠めでいいから。いや、やっぱり近くで撮られてるのが分かっちゃうと、やっぱり止まっちゃう。要は緊張するとアドレナリンが出て、そういうのが止まっちゃう症状。CA 書いてないんですか？カルシウム。あ、1個1個。ごめんなさい。1。なんか夜がなんか湿ったような、なんか。しますよ。はい。じゃあそれぜひとも撮ってくださいね。あ、はい。であとここフィーティングって書いてあるのは、この子のいる場所の温度湿度、あ、湿度、はい、温度湿度がどれぐらいのところにいるか、じゃあこれも温度差が知りたいんでね、朝一の温度湿度、はい、それから、まあ、測れるんだったら昼過ぎの温度湿度、はい、夜寝る前ぐらいの温度湿度、これをちょっと記録できる日は記録してください、はい、次元気はもう100じゃなきゃダメ、次はこの元気がもうしょんぼりしとったら、もうちょっと緊急を要します。あえとさえずるでしょ、うん、はい、さえずってる子がさえずらんかったら、それもちょっとよ、かなり要注意だと思って見てもらいます。じゃあこれが健康チェック表ね、はい。これをつけてくださいね。それから今、薬を作ってもらってんだけど、薬できたらちょっと言ってね。の前に小鳥のプリントもらいました。あ、いただきました。じゃあちょっと出してもらいます。はい。じゃあその小鳥のプリントの方だけ。で、食事に関してね、はい、皮付き混合とさ、皮むき混合とあるんですよね。まあ、これに、まあ、例えば泡玉も皮むきですね。で、できれば皮ついてるフードを食べた方がいいよね。あ、ありますよね。で、皮がついてると中に種があって、胚芽っていう部分があるわけです。でここが栄養価が高い。だけど皮むき粉ごとが、うん、泡玉は皮がむけてて、そういうことです。これ米と一緒ですね。栄養価が高いのがないから、なるだけこっちを食べる。でそれプラス、ここにちょっと書いてないけど、ペレットっていうのはシードで不足しがちな栄養素も入ってるから、両方食べた方がいい。ペレットがパウダーね。要は形が違うだけだから。だからどうしてもペレット食べん子は皮付きにパウダーを振りかけてあげれば、皮むくと一緒にパウダー食べれる。でその次に大事なのはボレー粉。ボレー粉ってのはカルシウムですね。でカルシウムってすごい大事だから、あのボレー粉で、あとボレー粉以外でこういうのですいうと、あの何て言いますか、イカの粉、はい、あれです、あ、分かります、白い、はい、そうそう、それからあとはミネラルブロック、この辺エンドってことです
いや、違います。エンドとは違います。エンドとはまだ違います。で、今おっしゃったエンドね、はい、食べてこう、エンドはね、私は勧めてません。なんか今、あれですよね、なんかあんまり揚げないっていう、なんかネットで見ました。そうそう、揚げの方がいい。昔は結構なんかインコ揚げて、昔は揚げてでしょ、はい、でも商品によって、うん、エンドの塩の量がすごい違うから塩分取りすぎになっちゃう場合もある。それから下にどうしても置いてるから、うんちとかつくから、ね、うんちで調べれば分かれば細菌だらけなんですよね。だからもうエンドやらない、他の方法でカルシウムを取る。それともう一個、カルシウムの代謝を良くするため日光浴で UVB を浴びることがめっちゃ大事です。でまあ日光浴慣れてない場合1分でいいから、1分から30分、これから寒くなっていくから、まあ、長い時間はしんどいからさ。だからガラスとかプラケースは通さないです。あ、はい、紫外線、そう紫外線はね。だから網戸越しならいいから、うん、部屋の中で日が当たるときに窓を開けてそこにいさせる。そういうことです。だからあんまりね、日当たりのいいところで窓閉めておいておくと、うん、さっきの日内の温度差がすごいついちゃうから、だからあんまり良くないですね、うん、温度差はなるべくつかん環境があります。でこの日光浴もちょっとしてください。これもし、はい、でこれを浴びることによって体の中のビタミン D が活性化されて、それでカルシウムの代謝を良くしてくれます。それからあとは日光浴することによってやっぱり免疫力も上がってくるから、こういったのも自分で治す力も、ね、本当それが一番ですよね。そう、強くなってくると思うから、薬はもちろん出しますけど、やっぱり自分で治す力がないと、そのためにはもっといい栄養状態にならないと、痩せてます。そう、この胸筋がさペラペラだからさこれだとやっぱり免疫が怖い。鍛える方法とかあるんですか？うん、食べるとかじゃなくて、うん、やっぱり食べさせる、バランスのいいのを食べさせる。だからなるだけこれじゃなくて皮付き混合を食べさせる。で次、皮付きをふやかしてもいいんですか？じゃない方がいい、うん、皮付きふやかしたら食べないで。で次ね、治療と関係してくるんですけど、しつけの基本、これもね、治療だと思ってやってほしいんですけど、うん、時間が許す範囲で手で食べさせてあげる。手で主食をね、そうそう、こうやって、うん、はい、手に乗せておいて食べそう。で、その時に、まあ、泡玉でもいいんだけど、うん、できれば皮付きを、皮付きは、はい、だからペレットを、うん、ペレット、うん、そちらを食べさせてください、なるだけ。で、手で食べたら一口でもいいから食べたらすぐ褒める。あ、言葉で褒めて触ってあげる、これが大事で、これができるようになったら3つやってほしいことがありまして、名前がついてるじゃないですか。名前呼んでね、手に乗せて名前呼んでアイコンタクト、目と目合わせる。で目と目が合った瞬間に食べさせて褒める。だからこれがだから強化になるわけですね、はい、食べさせて褒めるかね。一番には食べさせて、呼んで食べさせて、食べたら褒める、褒める。次、おいで、短い距離でいいから、おいでって食べ物を見せといていいから、ピョンって来てくれたら食べさせて褒める。要はこれご褒美ですね、食べさせて。だけどこの食べさせるかな、なるだけ主食のね、皮付きとかペレット食べていいからね、ここまで。でこれができたらね、今日点眼薬とかさ、お薬出しますから、いきなりそれやらないで、おいでっつって食べさせて褒めてください、はい、ここで治療してください。あ、そこで治療が入るんですか？そうそう、で終わったらもう一回食べさせて褒めてください。これはやっぱ空腹の時にやる。いやいや、空腹、人間が都合のいい時間になったらいつでもいいですから。はい、じゃあそんな鳥は空腹はないないですか？あ、そうなんです。絶えず餌がここに入っててほしい。あ、そうなんです。で夜寝る前はたっぷり、たっぷり、だから朝と夜と体重測るとやっぱ夜の方が絶対体重が多いはずなんですよね。ちょっと3番空白にしたけど、これもやれたらすごい楽です。クレートトレーニング。いや、クレートってハウスってことなんですけど、ハウスって言ったら、ね、帰ってくるハウスができるようにする。そう、ね、でここまでできたらできま す, そうなんですか。例えばこれはトヤツしますよね、ね、まあ鳥かがだとしますよね、うん、おいでーっつってご褒美あげて、この言わせるね、さ、この子が見てる前でちっちゃい人にちょっと食べ物をこの子に分かりに入れて、この子に分かりにハウスの入り口の近くに、でここでちょっと 2,3 秒待たせる。それでハウスを引いて飛び上げる。そこでもしどっか行っちゃったらもう一回おいでからやり直したけど、もし入って食べたら今日からすぐ食べさせて褒めてあげる。またそこで食べる。そうそう、そこで食べさせてまた褒めてあげる。それが第一歩。
でそれができたら今度同じようにやって食事を真ん中辺奥の辺に置いて数秒待たして話す。どっか行ったらおいでかいやりましたけど入って食べてくれたらすぐご褒美を褒める。最後はおいでってご褒美を上げて数秒待たしてハウス、そうそうピョンって入ったら出来上がりで、この辺がさ、例えば 100% これはもうできるっていう風になったらこのご褒美を2回に1回にしてる。ただ褒めるは毎回で、これ絶対やった方がいいですね。でさ、あとあの治療してくれてすぐ飛んでっちゃう子は羽カットした方が治療しやすいかもしれません。 そこは、まあ、まずはちょっとカットなしでやってみましょう、はい、でできた薬、はい、じゃあこっちはこう喋ってるうちにできました。はい、で2種類あります。今踏ん張ってるかな。